おはようございます。いやー、やっちゃいましたね。今の時刻8月22日の9時57分です。ちょっと遅すぎる。まあ別に大丈夫なんですけど、本当は7時ぐらいに起きて出発しようと思ってました。私がゆっくり寝てたり休憩したりしてもね、視聴者の皆さんには映像的には面白くないじゃないですか。それより早く出発した方がいいと思ってたんですけど、外国行った時差ボケをそのまま持ち越しつつ、毎日寝不足とかでねやっておりましたんで、そうするとやっぱこういうホテルとか泊まるとぐっすり寝ちゃうんですね。しばらくですね、休ませて、おかげさまで体は元気になりました。本日の行程を皆さんにお話ししようと思いますが、ここ金沢を出発いたしまして、福井敦賀を経由し、琵琶湖の西川湖西線を通り抜けて京都、最終的には大阪まで行くかな行かないかな、それぐらいになっております。はい、再生をしていただいているおかげで、なんとか、安定した旅行ができております。今日は7万9000再生でしたので9900円が予算です。列車は普通列車小松行きワンマンカーです。終点小松まで各駅に停車します。乗り物の街小松に到着。乗ってきた列車は小松止まりなので、次の列車を待つためにしばらく駅の前で待ち合わせをします。駅前には新しい北陸新幹線小松駅の工事真っ最中。この真上に新しく新幹線の駅ができるんですね。駅の改札口、青春ジャージ切符は自動改札が通れませんから、係員さんに見せないといけないんですが、私の前に結構込み入ったことをやっている人がいて、なかなか通ることができませんでした。JR 各社ともに人件費の削減に熱心なので、なかなか最近駅の改札口でも人がいなくて待たされるということが多いです。で、青春18切符をこうやってね、改札にもう埋まってるから、じゃあ思い切りこう掲げて、それでもう駅員さんに直接目で見せずに取っちゃえばいいやなんて言ってね、こういう風にしてそのまま改札を通り抜ける人結構いいんですけどね、ダメです。これ鉄道営業法によって改札を受けずに、乗車するということは駅員の認めがない限り禁じられておりますので、ちゃんとね見せないといけませんからね。これはおかげで時間がかなりなくなりましたけど、でもまだまだ大丈夫です。小松駅の目の前が今回の目的地。これですね、立派なダンプカー、大きいですよこれ。日本にあるダンプカーで多分これがね一番大きいんじゃないかな。ていうかこれ日本で使ってるやつじゃなくて、南米のチリから、なんかチリの鉱山で仕事してたのを日本に頑張って持ってきたみたいなんですけどね。またその持ってくるのも普通に持ってこられないんで、解体してバラバラにしてまたここで組み立てたらしいんですが、この小松には、こういった工作機械、ここでもねちょうどこうクレーンがニョキニョキニョキと今新幹線を作ってるところですが、こういった工作機械で有名な小松製作所があります。吉田茂のお兄さんが創業した小松製作所、もともと創業の地はここでしたが、戦争が終わってから東京に本社は移転しました。でももちろん会社の名前小松は土地の名前を取っているわけです。小松駅の目の前にはもともと小松製作所、小松工場があったんですが、現在はここにはとりあえずないようで、その跡地がこのように公園として広げられています。すごいですね。これちょっと触りたいけど触っちゃいけないのかな。ゾウさん50頭分の重さがあるそうですが、このタイヤもですね、これで大型の高速バスぐらいの同じぐらいの高さがあるんだそうでして、こんなに大きなタイヤを作るのも相当また難しいんだそうです。曜日限定で今日はやってませんけども、こんなのもあります。ミニショベル体験広場、ちっちゃいけどどうも本物っぽいですね。すごいな。このパワーショベルっていうじゃないですか、これのこと。これもともと商品名で、ホッチキスとかと同じようにね、小松製作所がパワーショベルという製品を作ったので、その名前が広まってしまったという象徴的な存在です。ホッチキスも本当はパワーショベルって言うんですよね。ごめん、言わないわ、間違えた。ステイプラーと言うんですよね。これで今背景でまた小松製作所のクレーンが日本のインフラ、北陸新幹線を作っていますみたいなことが言えたらよかったんですけど、全然違うなんとかかんとかって会社がねこうやってますんで、ちょっとそれだけ絵にならないんですが、なんとかなんなかったのかな。今後も北陸新幹線の車窓から見えるようにもなって、より小松のシンボルとしてこのダンプ930型っていうのかな、それは機能していくことでしょう。なお小松は鉄道車両にも結構強く関係してまして、もちろんこの線路の建設にも影響していると思うんですけど、私の JR 北海道で乗ったディーゼル列車のエンジンとかも小松製作所で使っているものが結構多くあります。このダンプ 930E 型ですが、検索したらね1台5億と出てきました。なんか意外と安いような気もする。ちなみに他にもこの小松には旧日本軍時代からの小松飛行場というものがあって、
今では日本海側で一番利用客の多い小松空港としても使われています。今度航空祭やるんですね。千歳でやったのと同じようなの見られるんだと思いますよ。お、こんなのあるな。もう列車の発車時間が近いんですけど、ちょっと大急ぎやりたいな。今回は雷鳥狙いでいきます。当たったのは急行のど号のヘッドマークでした。あわら温泉駅に着きましたが、残念だ、あまりにも残念。あの北陸本線は1時間に1本なんですよ。そして、ここから乗り換える予定のバスも1時間に1本なんですけど、北陸本線と乗り継ぎがめちゃくちゃ悪くて、そんな中この12時台だけは乗り継ぎが良かったんですけれども、北陸線が8分遅れて、バスは待ってくれませんから行ってしまいました。1時間待たないといけません。ここから福井県の名所東尋坊に行こうと思っているんですが、いやー1時間は大きいよ。しかもちょうどギリギリね、1分ぐらいギリギリ41分ぐらいにこの、まあ、あの広場に着いたんですよ。そしたらもうバスは行ってしまっていたんで、いやー残念だ、あまりにも残念、ショックが大きすぎます。しかしまあ捨てる神ありは拾う神ありと思うんでね、このまま駅に着いてすぐバスに乗り換えていたら気づかなかったでしょうけど、こんなものが売られてましたよ。これバスのフリー切符なんですが、これから向かう東尋坊方面まで1000円でバスが乗り放題になるというものです。通常東尋坊までは750円片道ということになってますんで、往復で1500円かかるんですが、これを買えば単純往復するだけでも500円値引き、結構大きいですよね。3分の2になるということですから、まあそうなったらね、ここで待ち時間を得て駅の掲示物などを見たことによって500円得した、まあまあいいや、納得だと思います。バスに揺られおよそ40分、これから柱状節理東尋坊のご案内をしますが、その前にこの手荷物預かりについて面白い仕組みになってますのでご紹介しようと思います。目の前にあるお土産屋さん、それからまあこういうものを売ってますけれど、ゆうなぎというお店ですが、ここでは無料の手荷物預かりサービスをしています。言えば買い物するしないに関わらず手荷物を預かってくれ、それと同時に店の 10% 割引券をくれます。もちろんこれは言わずもがな、そこで荷物を預かることによってお客さんの囲い込みをしようというわけですが、バスを降りるとそこに人が立ってまして、はい荷物預かりますよと言ってお客さんから荷物を預かっていく場合もあれば、何もしなくてですね、こっちから荷物預かってもらえませんかとお願いをしに行く場合もあります。手荷物預かり場という言い方をすると、どう見ても公共の観光案内所的施設のように見えますが、まあ、実際には完璧に私企業のやっている施設、その施策の一環というわけです。で、私はこの店で買い物をしたことはただの一度もないんですが、荷物を預かってもらったことは今までに2度あります。ここでね、どうぞ荷物預かってきますよ、お花ただですから預けてってみたいに言われたら、じゃあ別に買わなくてもいいんだったら預けるわと言って預けてですね、何も買わずに荷物預かってもらったものをまたもらって帰るということをするんですが、今日はそういう人がいませんでしたので、さすがにね、買わないのに預かってくださいよというのはちょっと押し付けがずうずうしいかなとも思います。向こうからぐいぐい来たんじゃなければまあやめとこうかな。そしてまた面白いのはこちら、コインロッカー300円。福井県で一番の観光地ということもあって、このように大変にぎわっています。でもどれも観光地価格だからな、手軽に手を出せるものじゃないんですよね。美味しそうなイカを焼く匂いがしますが、相場は700、800円のようで、また値札が表に分かるように書いていないところも多く、なかなか取り付きにくいものです。私は東尋坊に来てお金を使った経験は多分ないんじゃないかな、今まで一回も。どうしてね、毎回こんな風になってしまうのかなって感じなんですけど、着きましたよ、ここが東尋坊です。世界にこれほど立派なものは3つだかそれぐらいしかないそうでして、非常に貴重な資質、
安山岩だったと思いますが、柱状設備、うわー、なんでこんなことになってんの、ここ。最近もう誰も通ってないんだな、ここは。ちょっと危ないな、なんか変な虫が出てきたら嫌ですね。ニョキニョキせり上がる安山岩、これ相当の高さでして、このギリギリまで全く柵なんかありませんからね、行って普通に落ちることができます。危険な場所です。でもその危険な雰囲気を味わうのがね、毎回この東尋坊の魅力ともなっていますが、まあ本当に行こうと思えばアスレチック感覚でああいうところまで行ったりとかね、あの上の方までとか多分行けちゃうんじゃないのかなと思うんですが、まあ怖くてね、高校の時普通にあの辺まで歩いて登ったりしたんですけど、もう今ではできません。なんかアンチの人とかいないな、大丈夫だよな、今こそスーツを殺す時だとか言って助走つけて押し出されたら普通に死にますんでね、いやー怖いですけど、まあ安全なところを辿ってちょっと行ってみましょう。足を滑らしたら普通に死ぬ、うわー、こんなことしてもしょうがないんだけどね、なんかこう覗きたくなっちゃうんですよ、ほんと怖いからやめよう、命がもったいないとか言いながらね、こんなまたギリギリまで来るんですけど、まあ、何があるか分かりませんからね、ここで地震が起きたらやっぱ死ぬような気がするんで、ちょっとどいとこう。昔はもっとね怖いもの知らずで平然と思ってギリギリまで行ったんですけど、最近では人生もうまくいくようになりまして、守りの姿勢に入るようになったからか分かりませんが、もうそんな怖いことはしなくなりましたね。いい傾向だと思います。晴れてる時の美しさはもうこの上ないですよ、それは。でもね、私初めて来た時、確かものすごい豪雨ですごい風も吹いてたんですけど、あの恐怖もまたなんか東尋坊の一つの名物みたいな感じでね、あれもあれで面白かった。どんな天候で来てもね、この雰囲気もまたいいし、晴れてる時も美しい、いつ来てもおすすめできる場所です。でですね、まあ、残念ながらこの東尋坊は自殺の名勝としても大変有名になってしまっておりまして、自殺はなんか減少傾向にあるらしいっていうのは聞いてるんですけどね。 でもこの公衆電話なんかかなり有名です。救いの電話2番もう一個別のところにあるそうなんですが、こういう風にですね、NGO の方の名刺とか、聖書とか、あ、今お金なくなってるな、独立個人 NGO 月光仮面って怪しい名刺がある。これちょっとよくわかんないですけど、まあ、こっち、これね、私のテレホンカードちょっと余ってましたんで、いつもね、ここに10円玉とかよく置いてあるんですけど、今日はないみたいだから、これ置いておくことにしました。あ、でももしかして、カード使えないのか。この動画ではね、寄付金については予算と別計算と言っておきましたんで、結構ね、財布の中に100円がいっぱい入ってたから、ちょっとこれ置いてかしてもらうことにしましょう。このテレカはどうせ使えないから持って帰るか。何なんだろうな、この NGO 月光仮面独立個人っていう、これは不思議な名刺ですけど、あんま電話をかける気にはならない。検索してみるか。調べてみたらね、この月光仮面氏は、この東尋坊で自殺防止のためのパトロールをされている方だったみたいで、あそこの公衆電話に、10円玉を補給しているのもその方で、毎日ね、10円を5枚ぐらい置いていくのが日課なんだそうです。今日は亡くなってたからもう誰かかけたのかな、もしそれが誰かの命を救ったんだったらよかったと私は思いますけど、でもどうなんだろうな、私はそんなに自分が死にたいんだったら死にたい人は死んだらいいんじゃないって思っちゃうんですけど、それは間違いなんですかね。死ぬ自由ってものが認められてもいいと思うんですけど、まあ、ただ自殺をするほど辛いような境涯に置かれないようにみんなでサポートする必要はとてもあると思っています。いかんいかん、無事になったらバスの出発時刻がもう直前だった。大急ぎ大慌てです。視聴者の人が走りながら追っかけてきて交流したんですが、立ち止まる余裕を私できなかったのが申し訳ないところです。あわら温泉駅に戻ってきました。裏から重機の音が忙しくなっていますが、ここもまた北陸新幹線が今度やってくることになっている駅。駅前に新しいものを何か作るんですね。パワーショベル、ショベルカーが砂利を何やらやっているようです。開業は2022年とのこと。福井駅で降りるのは久々ですが、県内各所でこのようなベンチの上に恐竜が座るなんていうのオブジェみたいなのをやってるんですけど、これ一年見るとびっくりするはするんですが、福井駅でもこれやるようになると席を開けろっていう苦情が聞かねないんじゃないかなという気もします。
それよりも県のアピールの方が重要なのかもしれませんね。それでも福井駅では列車の接続が悪く45分待たされます。でも福井で待たされるなら悪いことではありません。残念ながら駅の看板はこのように隠されております。これ工事中の北陸新幹線の高架橋に隠されているわけですけど、これね、私が初めて福井に来た、6、7年前にはもうすでにありまして、いやそんな前じゃ、いやそんぐらいですね、もうありましてですね、ずっと前からあったりですけど、北陸新幹線の早期延伸を願って先に作っちゃったというやつなんだそうです。もともとは福井駅は横にビャーっと長く伸びる立派な駅なんですけども、なんか全然もうそれが分からなくてね、こんな感じ勝手口みたいな状態が長らく続いています。あれ、駅前にこんな立派なものもできたか。これ前からこんなあったんですかね。あまり福井駅の周りを出て歩いてみたことっていうのは実はないんですが、時間に余裕がまだ少しあるのでソースカツ丼でも食べようかなと思います。ただね、今日の朝ごはん、朝から重い、金沢カレーを食べましたんで、それでソースカツ丼かやった気もするんですが、これ食べられるのかな。豚肉を薄くして細いパン粉につけるのが福井流ということだそうです。なんかアイドルが歌い出したぞ。結構福井市って大きいところなんですね。びっくりしました。今調べたら江戸時代には全国屈指の大都市であったとか、そんなこともね、ネットに書いてありましたよ。駅前のこの都会ぶりたるや、かなり見事なものです。これ今うおーとか言って首を動かしてちょうど終わっちゃったところなんですけど、結構頑張ってますね。福井駅の壁にもあんな恐竜の絵描いたりして、あ、また動き出した。福井は新幹線が開通したら化けそうです。その前に私も福井特集をバンバン打ち出す必要があるかもしれません。駅から歩いてすぐというよりはもう目の前と言ってもいいかもしれない、そんな立地のいいところに福井城があります。この中には他の地方都市同様お決まりのように県庁が置かれていて、北陸の他の2県、石川県、富山県は町の中心部がちょっと駅から離れてるんですけども、福井県はそうではないので、ちょっとした立ち寄りにも便利なように思います。福井城はもともと織田家の有力家臣柴田勝家が築城したんだそうで、このように石垣は町の目の前に残っていますが、まあ、一方で一部はもう市街地となってほとんどなくなってしまったようです。じゃあこのぐらいでいいかな。水産会館、こっちには農業会館、なんかすごいな、いろいろ。明治安田生命、みずほ証券、福井地方裁判所がね、1945年に建てられたもののようですが、相当かっこよかったんで、ぜひ皆さんも私ちょっと訪れる時間が微妙に足りないので今回はやめておきますが、時間を作って見に行かれるといいと思いますよ。また今度訪れます。牛みたいな声で頑張って鳴いております。顔はでも結構可愛いんですよね。ちなみにこれよく拡大して見てみますと、ここに私どものご先祖様なども飾ってあります。なんか大地を剥がして戦ってるさ、なかなかやるじゃん。福井駅の有人改札もパンクしててね、実習の方が青春18切符の改札をしてくれましたよ。まだ空いてるみたいだな、この列車。よかった、早めに来て。駅弁を買ってあります。ちょっと高かったですけどね、福井の重要な名物です。今高速で抜けているこのトンネルは北陸トンネル、1970年代60年代かな、国鉄が開業させて、その当時日本では一番長いトンネル、全長は13キロほどありました。このトンネルは全て電気でもって運営されているから絶対安全大丈夫と国鉄は鼻も高々だったのですが、しかし実際にはコロナ禍を通っていた、石炭レンジを使っている食堂車、それが火事を起こしましてトンネルの中央部分で停車、その結果煙にぶされ大勢の方がトンネルの中で亡くなったのです。その教訓からトンネルの避難設備などを充実させるとともに、このトンネルの中でもし何か火事があった時にはトンネル内で停車をするのではなく、トンネルを抜け切るまでとにかく全速力で頑張るのだと、そういうマニュアルが設けられたそうです。
現在の青函トンネルや高速道路のトンネルなどにもこの北陸トンネル出荷事故で得られた教訓は生かされているはずです。ただ北陸トンネル事故の一番の原因は結局何だったのかというと、安全に対する慢心、それに他ならなかったのかなという気はいつもしております。お出口右側5番乗り場に進みます。乗り換えのご案内をいたします。特急サンダーバード36号。弓なりのホームが美しい敦賀に着きました。懐かしいトワイライトエクスプレスの乗車位置、恐竜の迷惑オブジェが飾ってあるのもここまでです。こんなこと言っちゃいけないかな。福井県敦賀市です。私は敦賀の観光ってのは初めてなんですけど、結構北陸っぽくていい大きな街ですね。こんなに味があるんだ。アーケードがずらっと長く横一列つながって、これあれしょ冬の雪対策なんだろうなと思うんですけど、あの古いようなちょっと古いこんな感じのね、ビルもいろいろと並んでいます。何やってんのあいつ。目があったけど見ないふりをしたいですよ。ニコ動画は再生数が伸びるからね、ちょっと長めに映しとこう。おー、こういうのは伸びそうだ。いいんじゃない。お、いいよいいよいいよ。はい、あー行っちゃったよ。でもこのアーケードを歩いてるのなんてあんまり見ませんからね、新鮮です。松尾芭蕉も訪れた地です。名月や北国日和定めなき芭蕉。これですね、いや月見ようと思ったらなんだこう天気予報では晴れだっただろ、雨降りやがってふざけんな、まあ北国北国、北陸地方じゃそういう天気も変わるからしょうがねえなーみたいな、まあ、そんな感じの歌です。歌というか俳句。この大きな交差点の目の前にあるこちらは気比神宮。昭和20年戦争の終わる直前、敦賀大空襲で大勢の方が亡くなり、この気比神宮も焼失してしまったそうですが、この鳥居だけは焼け残ったんだそうです。もともとは国宝でしたが現在は重要文化財。かつて神道が国境とされ、日本が神の国とされていた戦前、あの気比神宮の社格は寛平大社一番ランクの高い神社として登録されていました。ちょうどトイレ行きたいなと思ったところだったんですけど、正確な案内がなされてこれは助かります。おー、なんだろう、ソースカツ丼の店敦賀ヨーロッパ圏ってやってみると、これ変な建物なんですけど、何これ、これがソースカツ丼みたいな、すごい名店なんでしょうね、なんか見た感じそんな気がしますけど。もうお腹がいっぱいで行くことはできませんので、視聴者の皆さん敦賀行かれる方ぜひ行ってみてください。よかったらなんかロシア語が書いてある、そうか、裏にですね倉庫がずらっと並んでいることからも分かるように、この敦賀港というのは、国際貨物、外交船というのかな、そういうものの取り扱いが非常に多いことで知られています。現在ではあの海外へは貨物船しか出てませんけれど、戦前は旅客船、まあ、つまり普通のお客さんも乗せる船がですね普通に出てまして、行き先は主にロシア、ウラジオストック、だからロシアとの結びつきが当然強く、まあそこにロシア語が書いてあるのもなるほどって感じなんですけど、それだけではなくてですね、ロシアからさらにシベリア鉄道を連絡しまして、最終的にはヨーロッパまで行く、王は国際連絡運輸とか言うんですが、まあ、要するに東京発パリ行きとか東京発ロンドン行きとかね、そういった旅行をするのに必ず通らなくてはならない重要な中継地点だったのです。この倉庫もまたなんとも古そうだな。これはいつの作りかな、だいたい屋根の上の飾りとか見ればねなんとなくわかるんですけど、まあ、なんかこの雰囲気は戦争する前っていう感じがしますけどね、実際にはどうなんでしょうか。ちょうど今も貨物船がつけられているところ、物を積み出したり今積み入れたり、ちょうどその忙しい作業中というわけです。今昭和橋って橋の上にいるんですけど、ここ絶対前は何かあったな、この変な長いコンクリート製のものは何だろう、そしてあそこ多分ここに橋がかかってたんでしょうね、こっちにもそれらしい跡がありますよ。反対側に出られたんで来てみたんですけど、なんかねどうもここに1990年代くらいまでは線路が敷いてあったみたいですね。遺構巡りというわけですけど、あそこに赤レンガ、今回ここまでねバス歩きで時間かけてきたんですけど、もともと国際連絡の人がね敦賀駅に着いた後港まで延々歩いていくというのはバカバカしいですから、列車がちゃんと駅にそのままつけるようになってました。敦賀港駅というのがあったんですね。それがその当時の駅舎でして、まだねここにちゃんと残ってるんですよ。でそのもう国際連絡の用は終わりまして、そういう列車がこっちに来ることもなくなったんですけど、ただまだ海外との貨物のやり取りはあるんで、
JR 貨物用の駅が、2009年まで10年前ですねあったんですが、結局それもですね、その時にもうじゃあ使いませんということになってから、あそこにあった線路なども多分剥がしたんでしょうね、敦賀港駅というのも休止扱いということになっていますが、まあ復活しないようです。もう閉まったと思ったんだけど、まだやってんの、開館って書いてあるなと思ったんだけど、普通に多分買い忘れてるだけみたいですね。ほんでね、これ残ってるものなんだと思ったんですけど、そうじゃなくて当時をイメージして作り直したものなんだそうです。戦争で焼けてしまって、しかも資料もないので、まあ、割とこんな感じかなというふうに作られたものだとか。一方こちらは焼け残った赤レンガ倉庫、どうもねこれ調べたところによると、アメリカのスタンダードオイル社、それが日本法人を作った時に、石油をこっちで輸入してくるために設けたもののようです。あら、こんなところにキハ58急行若さ、あらあらあら、こんなの飾ってあったんだ。このキハ58という車両は昭和の高度成長期頃から平成初頭頃まで庶民の移動の足として愛されていた長距離用急行車両で多く使用されていたものです。さて、そして今、昔大勢の外国へ行く人、外国から来た人を乗せたその敦賀港駅にやってきました。北陸本線でさっきこのように来ました。そして現在は列車が通っていない線路がここにこのようにあります。目の前のこれが敦賀港駅、多分これより先はね、多分というか絶対これより先は立ち入れませんので、まあここまでというわけですが、もともとはそこら辺が海だったようですけれど、埋め立ててもっと港の用地が広くなったようです。なんでも今調べたところによれば、ちょうど今年の4月で、正式にもうこの線路を二度と使わない、そういうまあ取り決めをしたんだそうで、完全に廃止の駅となったようです。この先のところに港があって、あそこに今さっきの、近海遊船の船が来てますけど、昔はね、成田空港の代わりにここが日本の玄関だった時代があるわけでしょ。なんとも感慨深いとまでは言いませんけど、ね、そこまで私感情性豊かじゃないんですけど、昔はそうだったんだという気がします。それはそうか、当たり前のことですね。そんなのトイレまた行きたいなと思って来たらね、トイレは残念ながらもう5時で閉まったんですけど、これ神道の港敦賀ムゼウムと書いてあります。休憩所だそうなんですが、シベリア鉄道の路線図と合わせて欧米人、まあアメリカではなさそうですけどね、ヨーロッパっぽい人の顔写真4人と日本人の顔、この人はあれですね、杉原中年、リトアニアでしたっけ、あ、そう書いてあるわ、リトアニアの、日本大使館に勤務していた人で有名ですね、命のビザを発給した人です。ここによくわからない国の言葉で何やら書いてありますけど、自由への扉だそうです。これ何かというとね、ナチスドイツがユダヤ人の迫害をしている時に、もうそれは外交の関係者であればそういうことが起こっているということはリアルタイムに分かっていたんだそうです。でそれでは直接関係なくリトアニアに、ドイツとソ連がいつ戦争を始めるかみたいなんで、情報伺いのために行っていた杉原という人がですね、外交官の人が、ある日、窓を開けたらですね、窓の外に、大使館の周りにずらっと、ユダヤ人が取り囲んでいて、どうかビザを発行してくれと、まあ、つまり入国許可みたいなやつですね、それを発行してもらって、そして、亡命をしたいと。でそれを日本までの、それを書いてくれればシベリア鉄道に乗って、そして、亡命をすることができ、ヒトラー、ナチスドイツの迫害から逃れることができるということでした。でそんなのは、まあ、日本に入国するお金がある人だったら発行してもいいですよみたいな外務省の方からは言われたんですけど、そういうお金がない人も、まあ、とりあえずですね、どん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 勝手に独断で発行しました。外務省からそんな、あなたそういうことはやめてくださいよみたいな風な電報も来たんですけど、無視して書き続けまして、そしてずっとですね、もう手がちぎれんばかりにひたすら、手書きでビザを作りまくり、そして結局外務省からもう君そんな勝手なことやってるんだったらもう他のところで移動だと言って、ベルリンに転勤になってしまいまして、転勤になるその列車の上でも列車がホームを離れて出ていくその瞬間までビザをひたすら書いていたらしいのですが、そういうわけでですね、まあ、素晴らしい人間、なんか世界に誇るべき素晴らしい人間みたいな、なんかそういうやつに、列せられて、もうめちゃくちゃ、表彰されておりまして、日本政府はね、そのことをこう公式に、いいことしましたっていうのはすごい遅かったんですが、まあ、ともかく、そういうわけでして、日本人の英雄の中の一人として称えられてるんですけども、その、亡命をしてきたユダヤ人の人たちもまたシベリア鉄道を渡って、そしてその亡命先の我が国日本に、つまりこの敦賀港に降り立ったのであのような日が立っているということでした。そしてまた30分ぐらい歩いて駅に戻ってきました。さっきは急いでて撮る時間なかったですけどね、バスに乗ってあそこの港の方まで行ったら早いのかなと思ったんですが、最初行くときバス乗ったじゃないですか。バスね、乗ってもなんか10分ぐらい歩く時間が短くなるぐらいしか変わらなかったんで、まあ、200円節約しようと思って全区間歩いてきました。まあちょっと疲れましたけど、途中にね、また他にもとんかつ屋、
ヨーロッパ圏だっけ、あれがあって、あの出前もやって車が走ってたりもしたんで、多分鶴ヶの名店なんでしょうね。値段見たら900円って書いてあったからやめましたが、また今度来た時に寄ろうと思います。北陸新幹線が延長開業した時にその終点の駅となる敦賀、かつては福井県の県庁所在地であった時代もあったし、でそれから滋賀県に参入されていた時代もあったはずなんですよね。あと、そうそう、言い忘れちゃいけない、敦賀といえば北海道苫小牧行きのフェリーが2つ出てるんですよね。で1つは22時発の直行便なのかな、でもう1個は新潟秋田と寄港しながら苫小牧に行くもの。現在でも旅客輸送は継続されています。まだまだ先は長いですが、これから滋賀県に入ります。目的地はまず米原。